皆さんこんにちは、つねちゃんです。今日はですね、旧街道ウォーキング、京都遠征の2日目ということで、向こう町駅とありますが、向こう市というですね、京都の京都府向こう市ですね、こちらから、それから、長岡京を通りまして山崎というところまで行ければ行きたいと思います。山崎、ゴールの山崎はですね、皆さん山崎の戦いってご存知ですかね。明智光秀、織田信長を討ち取った明智光秀と、まあ、豊臣秀吉が、羽柴秀吉が戦った場所が山崎ということで、そこで行われた戦いを山崎の戦いと言います。それからその前に経由する長岡ですけども、長岡京という、平城京から平安京に遷都される間にですね、まあ、わずかだけ都を桓武天皇が置いたと言われている長岡京、その長岡京を経由して山崎を目指すということです。で、山崎はちなみに、ね、日課ウイスキーでしたっけ、山崎というウイスキーがありますが、ウイスキーの工場もあると思います。というようにですね、さまざまな、文化資本、それから人間が作った資本ですね、そういったもの、さらには、まあ、山々、川、自然資本ですね、そういったものも楽しみながら今日も、まあ、歩けるだけ歩くと。ただ今日はですね、ちょっと皆さんご覧いただきますと天候がね、あまりよろしくないので、まあ、どこまで行けるか分かりませんが、歩けるところまで歩きたいと思います。それではまたお会いしましょう。つねちゃんでした。行ってきます。